いやー、まあ今なんでね、泣いてたかっていうか、いや別に泣いてたか分かる人いないかもしれないけど、涙をこう拭ったかっていうと、お腹いっぱいなんですよ今。嘘とかじゃなくて、なるべく俺は視聴者にね、嘘をつかないと言いたくのないことは言いたくないって言ったりね、嘘はつかないようにしていきたいんだけど、お腹いっぱいなんですよ。お腹いっぱいなんですよ。今ゴールデンカムイのさ見てたら茶漬けが出てきて、たくあんを刻んで入れてくれって、細かく刻んで入れてくれっていうのシーンが出てきて、茶漬け食っちゃったんだよね。ハンバーグ、チーズハンバーグに、あーもうきついよ、助けて助けてよ、お腹いっぱいだよ。あー気違いです、もうお腹いっぱいすぎて気違いだし、あとそもそももう動画で喋りたくないんだよな。生放送で喋りたいんだけど、なんで俺が生放送で喋んないか分かった。あの明らかにパソコンで動画開くときは動画の方が早いの。生放送と動画どっちが開くの早いかっていうと、動画、あのカメラなんでか、ちょっとポチってやるだけでいいの、ボタンを、うん、ポチってやって、ポチって2回しか押さないのよ、分かる？うん分かるよね。うん、カメラアイコンを押して録画ボタンをポチッと押すだけでカメラが始まるんだけど、あっちは Google ボタンを押します。で、本当は前ニュートラルを、ニュートラルって言葉をね、通常状態っていうか、その起動した時、 Chrome を起動した時の画面を YouTube にしてたんだけど、明らかに遅い、うん、遅いから、新しいタブっていう普通の状態にしてやってるんですよ。で、そっからじゃあまず YouTube を押します。で、基本的に俺は動画見るようなアカウントなんで、一回、切り替えします。切り替えした後に生放送のあれ、でなんかそういうのあるんですよ。動画を投稿するか生放送するか押します。生放送やります。こっからいろいろ指定していくんですよ。タイトルを入れてくださいだの、なんだの、めんどくさい。それが分かった。なんで俺が生放送する、だって生放送の方が便利じゃん。なんでかっていうと、生放送はいちいちやんなくていいんですよ。動画だと後のことを考えたらどっちなんだって。確かにね、うん、確かによくよく考えたら先にめんどくさいことをするか、でもそうじゃないじゃん。めんどくさいのは今なんだよ。後でやりゃいいけど、まあ確かに生放送の方がちょっと我慢した方がいいわね。よくよく考えたらそうだ、そういう考え方が持てればいいんだよ。でも生放送のデメリットとしてはね、住所ね住所って言ってちょっとヒヤッとしちゃった。何言ってんだと思っちゃって。いや、個人情報ね。別に住所は滅多に出ないよ。うん。住所じゃなかった。住所っていうことにちょっとヒヤリとしちゃった。住所は出ない。でも個人情報とか、なんかまあね、それ特定につながることが生でやって、でもわかんねえ。動画もあんま変わんねえんだけどさ。これから頑張って生放送やるようにします。でも眠い。お腹いっぱいで眠い。あ、でも最近スクワットして足が引き締まった気がする。引き締まったし、トイレとかで片足でね、パンツ履くときに立つときよれってしなくなった。力強く大地を踏みしめてる、まあ、床だけど床を踏みしめれるようになったので筋トレしてよかった。まあ俺スクワットしたくないの、スクワット以外したくないの俺。いや、もうスクワット以外しません。疲れんだよ他は。もうめんどくさいし疲れる。スクワットは全然疲れないな。負荷が足りないんだろうな。でも心臓はバクバクするよ。ちゃんとね。でもやり方、まあ合ってなくてもいいか別に。一応頑張って補正っていうかね、なんだ、矯正はしてるけど。あー、お腹いっぱい。茶漬けだけにすりゃよかった。いやー、でもさ、家に茶漬けねえな、バカ野郎って思ってたらさ、茶漬けが下にあってよかった。うわ、ブニューンってなってる、首が。ブニューンってなってる。あんま変わんねえか、前からか。丸じゃん。ミシュランマンみたいになってる、首が。ミシュランマンって言うと筋肉マンに出てくるキャラクターかなって思っちゃうけどね。違います。普通にミシュランの方のミシュランマンです。ミシュランに出てくるあのやべえやつな。うん。誰が考えたんだろう、あれ。飯食いすぎて太ってるってことなのか。ミシュランマン明らかにさ、ミスターダーヤマンの CM 出てくるよね。何あれ。あ、それも俺の地域だけなのかな。嫌だな。そしたらミスターダーヤマンっていうのは、ミスターダイヤマンが俺の地域だけだったら嫌だし、もうミスターダイヤマンはもう全然な CM 流れてないからね。うん、
いや俺の地域だけだったら嫌だな。あーどうもうんこめーん、ニコ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 してます。喋ることないから寝ようかな。ゴールデンカムイ見て久しぶり、ゴールデンカムイ買おうかなって思ったけど金がねえんだよな。あるけどちょっと怖いんだよ。お母さんも金ないからさ、俺に今月分のお小遣い入らない気がする。からどうしようかな。でも俺一気に買いたいけどちょっとゴールデンカムイ欲が出てきたから買うか。で俺ゴールデンカムイは見ないんですよ、習慣で。なんで買って高いから、ゴールデンカムイ。まあ安いんだけど、ヤングジャンプ多分350円か360円くらいもしてると思うんだけどさ、すごいハゲてんね。お腹いっぱいだよ。あゴールデンカムイ見ちゃうぜ。おしまいだよ。あお腹いっぱいだよ。もう食べれないよ。よよよよ、もう食べれないよ。お腹いっぱいって言えよ。いいか別に。ああ腹いっぱい、もう食べれないってやつだよ。助けてー、助けを求めよう。ハンバーグ1個とハンバーグ、ハンバーグをね1個食いまして、それにご飯 でそっからさらに茶漬けを食ったのよ。ちょっとご飯多めの、結構デカめの茶碗にそこそこ盛ったから、さっき茶漬け、あ茶漬けうまかったマジで、うめーって思ったんだけど、これから毎日茶漬け食おうかな。茶漬け見つかったし。ミスターダイヤモン、ミスターダイヤモン、ミスターブルースカイ、ブルースカイブー、ウィルトゼレルズアウトノーブルー、ウィズローディングエンドラン、エンドナーのワールラン、アルノーディングエン、アルノーディングエン、ミスターブルースカイ、ミスターブルースカイ、ミスターブルースカイ、コン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 。急にやっぱ歌いたくなるよね。歌ってる最中ってさ気持ちいいんだけど、見返しても全然面白くないんだよね。ふざけて歌ってれば歌ってるほど恥ずかしいよ。ミスターブルースが歌いました。チンポ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 、はーチンポ。お腹いっぱいで、もうな、お腹いっぱいだ、お腹いっぱいで眠くて助けてだ。いやお腹いっぱい食いたくないよーだー、はーだー。だってそれはね、スープだよ。スープとご飯食ったらお腹いっぱいだよな。茶漬けってあれスープと飯ですからね。うわーきつ。あーダイナマイトだ、ダイナマイトマイマイだ、ダイナマイトマイマイ。捕獲レベル59。全然何のモノマネもできなかった。捕獲レベルってことはその戦闘力ってどれくらいなんだろうね。戦闘力換算も見てえわ。でもなんかドラゴンボールの気弾って逆になんかワンピースの世界だと効かなそうだよね。なんか太いから。でもあいつは強いからな。カイドウってどこら辺なんだろうね。でもやっぱそんな強くないんだろうね。本当にあいつは強くないのか。だって言っちゃえば武装効果ってさ、鋼鉄でぶん殴ってんでしょ。鉄みたいなもんをさ、ルフィはこんにゃくでできるみたいなのをボラーって殴って効かないやつってやっぱむちゃくちゃだよね。でもそれでもなんかピッコロ大魔王くらいなのかな。どれくらいなんだろうねカイドウって。でもなんかドラゴンボールみたいな技出してたけどね、ボロフレスってね。で四皇はまただいぶ強いんだろうね。ボロブレスみたいなのが出てきて、ちょっと話変わってきて。で、あのルフィを、うおーってやって、ホブーって言っただけだからね。ホブーって言っただけです、別に。全然外傷なし。意味わかんないよ。
カイドウってどれくらい強い？でもなまあ本気を出せば白ひげ世界を滅亡できるって言ってるから、うん、ドラゴンボールすごい強いよな。ラゴボラゴボラゴボ強え。どこら辺なんだろうな、カイドウの戦闘力的なのは。動力10だっけな、動力10が動力10が銃を持った海兵と一緒ってことは戦闘力5でしょ。でも海兵と銃持ったおじさんだからね、ちょっと違うと思う。海兵の方が強いでしょそりゃ。じゃあどうするんだろうな。ちょっと強いからやっぱほんとその通りなのかもしれない。でも7くらいじゃない、それでも海兵は戦闘力大体7くらいでしょ。戦闘力たったの5かゴミ名って言ってるから、あ、まあ大体半々分じゃないな。ちょっと減らせばいいよね。難しいな計算。あー、わかんねえ、わかんねえ。助けてくれ俺、助けて。銃を持った海兵となんか農夫のおじさんはやっぱそれは海兵の方が強いと思うけど、2倍の強さかっていうとわからん。でも別にあれが銃なしの戦闘力だったらどうなんだろうね。やっぱ生命しか測れないのかな、スカウターって。そういうのも知っていきたいなぁ。ドラゴンボール欲しい。まあ、お年玉もらったら、もらえますけど。動力10と戦闘力5の違い。じゃあもうそのまま戦闘力でいいんじゃないかな、なんだかんだ言って。やっぱ銃の心得もあるでしょ、海兵だから。農夫のおっさんとは、比べちゃダメだと思うな、なんか。ってことはルッチの戦闘力はまあ一応素の状態で技の完成度は、まあ動力はそもそも技の完成度だから、まあでも戦闘力4000でいいのかもね。でそれに加えてロブルッチでも戦闘力4000ってなったらあの世界で言ったらめちゃくちゃ強いでしょ、多分100とかで。なんか戦闘力と戦闘力
戦闘力がすごいあやふやだけど、どうなんだろうね。戦闘力4000、戦闘力4000にするわ。ナッパ4000。4000はないか、動力4000だと。ねえ。でもカイドウってどれくらい強いんだろうな。まあでもそもそも覇気でカメハメハ的なもんが出してるしな。カイドウでも強いだろうな。うん。なんかルフィのあの攻撃も、言っちゃえば鋼鉄より硬い。鋼鉄がくんにゃくみてえなパンチだって言ってたのも、まあルフィが修行中の覇気だからちょっと覇気として強化されてるのかわからないけど。まあでも、とんでもない硬さ。から筋力パワーから放てるパンチを受けて、まあダメージなしみたいなもんじゃん。酔いが覚めるってどれくらい、まあ酔いが覚めるってことはまあそこそこのダメージであるのか。うん、でもダメージに入ったうちに入んないよね。酔いが覚めたよって言ってもホブって言っただけで。ああでもカイドウは分からんな。なんかルッチの動力も1万くらいになってそうだし、でも動力はいいんじゃない、あっても別に。動力4000だから戦闘力4000かってとまた違ってくると思うな。むずいね。なんかすごいよね。ドラゴンボールは数値の差がでかいけどさ。どうなんだろうな、ルフィ。まあまあ。ねえ、まあまあの強さあるよな、やっぱり。でもルフィじゃないんだよ。ああ、ボロブレスでカメハメハみたいになってるからな。でビッグマムたちはどれくらい強いんだろうね。でも地球は壊せないよね、やっぱり。でもなんか難しいよね、話としては。地球壊せないから弱いかっていうと、もうびっくりした。どうなんだろうな、強さみたいな。でも分かんないな、あの世界は。まあ戦闘力って出しちゃうとね、明確になっちゃうからね。すげえってなるけど、戦いが見えちゃうからあんま出さないよね。
でももっとなんか正確な数値っていうのは知りたいよね。まあでもやるのめんどくさくなってるけどさ。でももう正確な数値ってどこもないじゃん、戦闘力の。ドラゴンボールファンの戦闘力の数値みたいななんかあんのかな、考察みたいので、こうはこうで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 こうみたいな、見てえな。それは誰かやってないかな。でもナッパが4000ってことはまあ4000じゃないか、当然あいつはね、ルッチは、まあ、ルッチ強いですけど、戦闘力やっぱドラゴンボールファン計算してんだ。見てー、どこにあるんだろう。Z 戦士の敵の戦闘力、サイヤ人は、サイヤ人は大猿の戦闘力よりも、ただの海洋圏は 1.5 倍。
も戦闘力をまるまる超えたからっていうのもなんかみたいな。1500で、まあね、でもあの世界あんま鉄とか関係なさそうだしな。そもそも悟空最初の頃でなんか鉄砲を食らって大丈夫だったか、やっぱ2倍強いともうそんなに強いんだね。いい手で済んでたから、まあ強いよな。でもなんかワンピースの世界ってなんかむちゃくちゃだからな、やっぱり。うん、難しいな。強さの基準ってものがないよな、やっぱり。おもろおもれ正月買います。買うわ。でもどうなんだろうな、でもやっぱ大将たちの動力って結構高そうだよね。なんかソルとゲッポの合わせ技みたいのを使ってるやつがいるんですよ。モモンガとかだと下手しまルッチよりはモモンガの動力ってどれくらいなんだろうね。でもモモンガ俺結構強い。まあ中将モモンガね、あのヒゲとちょっとハゲてる人、あの渋あのハンコックの船にいた、ハンコックを迎えに来た中将の人ですね。なんか普通にモモンガ中将って言っても、俺はモモンガ中将ってのは普通じゃないんだよな。ああ、でもなんかやっぱトレジャークルーズやってると名前が書かれるからさ、トレジャークルーズやったらよく覚えられるよ。絶対ナミュールなんて覚えられなかった。ナミュールとかね、ディカルバン、まあディカルバン兄弟はちょっとわかるか、なんだろうな、わかんないな。ライキョウマクガイ、ライキョウマクガイもわかるな。何がわからないんだろう。難しいの。いや、あれだ、ブレンハイムだっけな。ブレンハイムとかアトモスとかキングデューが一番むずいわ。キングデューね、うん、一番むずいのは多分俺キングデューだと思うわ。あの金髪のやつね、金髪のこう拳にこういうつけてるやつ、あの白ひげのね、何番隊かは忘れたけど、あの人むずくない？あれが俺一番むずいと思うわ。あ、でも一番むずいのはやっぱあのポケポケの実じゃないけどさ、おっきなあれ出したやつなんだっけな、あ、忘れた、うん、覚えてない。そもそも俺最初からあいつの名前覚えてないわ。うん、ブラメンコだ、うん、ブラメンコで合ってるかな。ションベーン、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 ションベーン。
しょんべんです。あ、ブラメンコだ、合ってた。ブラメンコむず、一番むずいよこいつが。俺も忘れてた。大槌のブラメンコって絶対そんな異名じゃねえ。いやでもそうなのかな。なんかすごい適当な時あるんだよな、トレジャークルーズって。喋ることないな。ゴールデンカムイ見ようかな。あー、わたもて見るか。いやみ、チンポチンポー、チンポ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 、ションベイ行ってきます。ありがとうございました。